おはようございます、マッチョ。フォルドです。僕ね、一応マッチョなピアニストで活動してるんですけども、実際今減量中です。で、ちょっとずつね、マッチョが復活してきたんじゃないでしょうか。というわけで、音楽家って時間がないんですよ。多分。いや、あるんかわからんけど、練習とか、まあ、結構したりとか、あとはね、動かないと思うんですよ。まあ、僕一応音楽家なんで、まあ、僕はジム行って動くんですけど、周りのみんなの話聞いてるとやっぱ動きたくないとかスポーツするのが嫌いっていう方が多いので、その方たちに向けためちゃくちゃ痩せるマジで10秒でできる超簡単な料理を紹介したいと思います。朝食をこれに変えるだけでもう超痩せる。というわけでまず皿を用意します。そしてお湯です。もうこれはねさっきポットから入れてきました。そしてさらにこれオートミールです。誰がニワトリの餌だろう、ポケコッコーみたいなね、食べるものに近いんですけども、これはオートミールって言ってね、すごく食物繊維が豊富です。まあ、コーンフレークではなくて、これはコーンフレークの子供みたいなやつですね。で、まあ、これは、どこでもゲットできます。スーパーとかで。で、オートミールって検索すると、どこでもアマゾンでも買えます。僕はこれアマゾンで買いました。まあ、作っていきましょう。朝を想定します。おはよう、おはようございます、マッチョ。時間がね、朝食食べないといけない。うん。こうやって適当に、はい。こうやってね、餌をこうやって入れます。オートミールです、これが。これはもうアスリートとかを食べますね。なんか音楽家もアスリートなので食べないといけないと思うんですよ。はい、このぐらい入れたら OK。で、これはここに置いとこう。はい、このぐらい。これが、オートミールです。で、この中に、お湯を入れます。このぐらいでいいかな。ちょっとだけ。あんま入れれすぎると美味しくないのでね。で、ぐるぐる混ぜます。これに、プロテインを一杯、ぶち込みます。はい、8秒。はい、8秒。はい、完成。これをあとはひたすら混ぜるだけです。これを、したら超痩せます。こうやってぐるぐる混ぜて。で、やっぱ人間ってね、美味しいもの食べ過ぎなんですよ。で、このぐらいの料理の方が、なんかやっぱ、美味しいもの食べた時に、めちゃくちゃ美味しいって感じます。昨日結局我慢できずにポテトチップス食べちゃったんですけど、やっぱめちゃくちゃ美味しいなと思いました。久しぶりに食べたら。はい、できた。これ見て。これが、オートミールプロテインです。粘り気があるでしょ。これあのね、市販に売られてるチョコレートともう何ら変わりありません。はい、これを食べる。美味しい。と思う。まあね、痩せるためにはこのぐらい痩せないといけないんですよ。うん。これ朝から食べるのは結構大変かもしれませんね。なんでこの動画を出すかというと、誰でも簡単に痩せること自体はできるんだよっていうね、ご紹介です。というわけで、オートミール10秒飯、みんなも作ってみてください。まあこれをメインチャンネルで出すと思います。理由としてはね、一応ね、マッチョなピアニストなので、まあマッチョのね、私生活とかも出していきたいなと思っているんですよ。というわけで、今後ともお願いします。ダイエットは修行です。美味しいものばかり食べててはダメです。ちょっと美味しいぐらい。ちょっとまずいかもしれん。グッバイ。